瞬間帰れる道の方交差点で声をかけてくれたね、一緒に帰ろう。僕は手さそうにかばんで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。ああ花火が夜空綺麗に咲いて、ちょっと切なく、ああ風が時間と共に流れる。嬉しくて楽しくて冒険もいろいろしたね、二人の秘密の基地の中。